やばい、メールないのにツイキャスのコメント来ないところじゃない。サッチーさん、危ない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 。来た来た。はい。じゃあ始めていきますね。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、収録上ではゴールデンウィーク最終日となっております。はい、なんかやりました。なんかやりましたって。もっとさっきちょっと、ちょっと話したんですけど、はい。前日、子供の日はですね、はい。まあ、収録日の前日なんですけど、うんうん。僕は、行きつけのバーの周年祭がありました。あー、いいな、私も飲みたいなって、それを言ったんですよね、オフトークで。そこで DJ をさせていただいて、うん。たらふくお酒を飲みました。いいな、私も飲みたいな。飲んで楽しいんですけど、一応でもちょっと周りを見ないといけないとか、いろいろ調整しないといけないとかっていうのはあるんで、はいはいはい。酔いはしなかったですけどね。まあでも楽しかったです。いいな、私も。でもね、あれなんですよ。友達に飲み行こうっていう誘いは来てるんですけど、さすがになかなか実現できずみたいなね。なるほど。そうなんですよ。お忙しいんですね。あ、まあ、お互い忙しいと言った方がね、過言でもないんですが。では、番組の紹介をしたいと思います。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ちなみに私も結構オンエア中にポスってるのを見てますので、どんどんポスっちゃってください。というわけで今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。荒井由実で、ルージュの伝言です。どうぞ。カッポーイさん、よくご存知で。これを聞くと魔女の宅急便を思い出すっていうね。魔女の宅急便。にゃん。にゃ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 ん。このぐらいか。OK。次の来週ぐらいのもう曲まで決めてるんで今日代表になんか流したい曲あるっつって、お、メール送ったよって来てますね。あ、見る。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございますし。てか、私、セットもしないうちに番組を始めるっていうね。え、風バーバーしてるんだ、東京。寒くなってきたって。鼻かい。
大丈夫ですか？うん、なんかたまにあるんですよ、鼻が痒くなることが。ちょっと鼻炎みたいな。そうそうそう、アレルギー性鼻炎とか持ってるんで、もうなおさらなんですよね。もうしょっちゅうティッシュで鼻干してシュドの影響で反応した鼻炎鼻。あと20秒ぐらいですね。はい。ああ、寒暖差アレルギーは多分あるかもしれない。はい、じゃあマイクあげます。はい、お願いします。お聞きいただいたのは、荒井由実でルージュの伝言でした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、母の日何あげる？です。というのも、5月12日は母の日となっております。なので、今回はこのテーマにいたしました。早速、ツイキャスがじゃんじゃん来てますので、ちょっと紹介していきたいと思います。お願いします。埼玉の郷さん。サッチーキャンチー、こんばんサッチー。こんばんサッチー。タカボさん。風バーバーで寒くなった東京です。来ておりますね。あらまあ、温まってください。温まってくださいね。カープボーイさん。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんワン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 。ワン。今年はまだ梅雨入り宣言ないですね。と来ております。確かに。そうですね。4月の下旬頃の雨のせいというか、雨で梅雨入り宣言すると思ったんですが、さすがになかったですね。これでウィーク前だと経済効果。まあ確かに。という都市伝説があるそうですよ。あ、そうなの、はい沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。陸海空さんも来ております。こんばんみー。こんばんみー。私がオフトークの時に鼻が急にムズムズしかゆくなってきたって言ったところで、高穂さんが湿度の影響で反応した鼻。埼玉の郷様ですね。寒暖差アレルギーもあるからね、と来てます。確かに、私でももともとアレルギー性鼻炎持ってるので、多分そのせいもあるんじゃないかと。あと疲れとか。そういうのも関連、兼ね合いがあるんじゃないかなと思っておりますが。うん、なるほどですね。うん。旦那の陸海空さんがテーマに沿ってきてますね。母の日はカーネーションじゃなくて、入院費を渡すかな。あのね、陸海空さん。リアルな。カープボーイさん、母の日、か、ラグナガーデンで、ゆいゆいシスターズとしまった少女展の公演を見にお母さんと行くけど、これほぼプレゼントというより僕の楽しみなんだよね、笑いと来ております。いや、いいんじゃないですか？いや、いいと思います。一緒に出かけることが、うん、もしかしたらお母さんにとって、ね。そうそうそう。いいね、プレゼントになるかもしれないですよ。はい。高場さん、母は高い。高いしまーすって。あ、そうなんだ。そうなんですね。高場さんが、山内予報士によると梅雨入りしたと言ってました。ん？どういうこと？カープボーイさん、陸海空さんのメール、さっき、ミーカーさんとモーリーさんの番組読まれてたよ。おめでとうと来てました。私も聞いてました。では、早速ですが、メールの方が届いておりますので、紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する、沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、母の日何あげる？正直、今の段階では決めてません。ただこれまでのことを振り返るとチョコとかのお菓子を渡したり FM 沖縄のハッピーアイランドの母の日スペシャルで
ギャラリーのリスナーさん限定でじゃんけん大会を、開催。勝った人にはお花屋さんからお花プレゼントということで、そのお花を勝ち取り母にあげましたといった感じでした。今年はまだ決めてないので検討中ですと来ております。なるほど、うん、まあでもリスナープレゼントであげるのも手ではありますよね。いいですよね。うん、例えば映画券が当たったから一緒に映画見に行こうとか、うん、そういうのも、まあ、お母さん的にはねいいと思います。なんかお金かけた感じじゃないですよね。気持ちですよね。そういう気持ちがあればいいかなって私は思いますよ。では次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーキャンチーこんばん。サッチーこんばん。サッチー埼玉のゴーです。ありがとうございます。テーマ母の日何あげる。母の日のた、あ、母親の誕生日が5月5日の子供の日で、ほう、両方ともに日用品をプレゼントしてますよ。この前の子供の日の誕生日では、液体洗剤をケースでプレゼントしましたよ。母の日は柔軟剤かなーと来ております。いいですね。ある意味いい誕生日プレゼントかと思いますよ。日用品はね、まあ使わないことはないのでいいかなと、ね、うん、いいかなと思います。さっき言ってたあの山内予報士って、あの山内さんのことだったんですね。びっくりした。そんな人いたっけと思って一瞬頭は振り返ってしましたが、キャンさんはちなみに何かあげるのを決めました？まだ決めてないです。本当に気まずいんです。あ、そっか、はい、かぶってるって先週言ってましたもんね。あ、はい、げたところで、うん、どんな反応されるかもあれ、あ、用意してないよとかって言われるんで。あ、逆に、はい、逆に言われる可能性の方が大いみたいな。まあ、誕生日が1月なんで、だから誕生日の方でいつもやろうって思うんですけど、うんうんうん、その時期も結局バタバタして忘れちゃったりとか、そろそろなんか大きいプレゼントしてあげたいなとか思いますけどね。ああ、まあね。タイミング見てやろうかなと思ってます。まあ、時期を外してあげるっていうのも手ですよ。はい。うん。なので、私は若干迷ってます。旦那のお母さんは、あの、現金派なんですよ、なぜか。現金ちょうだいって旦那に言ってくるらしいので、現金？でも今、金欠ですよ、みたいな。だから、うちのお母さんは、あの、施設にいるので、今。なので、外に連れ出して OK だったら、あれですね。ちょっとご飯食べに連れて行きたいなと。いいですね。うん。お母さんなんせ食べるの好きなので。うんうんうん。とって、あまり食べすぎると今度はあの、なんとかの数値が高いですとかってなりかねないので、透析してるんで、なおさら気をつけないといけない部分ではあるんですけど。そうなんですよね。家から連れ出せたら一緒にお食事とかって誘えるんですけどね。そうそうそう。なおさらお母さんの場合はね、食べすぎて、やれカリウムだ、やれ血糖値だ、なんだかんだ高いですって、私に来られても、みたいな、そう、いうことがあるので、ちょっと私も、まあ迷い中ではありますね。花あげてもいいけど、花はすぐ枯れちゃうし、っていうのが、ありますね。花で喜んでくれる方だったらすごくいいですけどね。あ、お母さんでも、前に、蘭の花をあげて、めっちゃ大喜びしたんですよ。で、それ育てて、めっちゃ株もいっぱい増やして、育てるのが上手なお母さんなんです。蘭って難しいですよね。そう、意外と難しいんですけど、はい、意外とお母さんの育て方が上手で。素敵ですね。まあ、だから、施設に入る前はもうしょっちゅう蘭のお世話とか、ちょっと、花壇とかに、お野菜入れて自分で食べたりとか、
っていうのを自分で育てるのが好きだったので、うん。だから何あげようかなーと思って。象の方が母ちゃん喜ぶかなっていうのはあるんですけど。意外と一緒に生活してたりとかすると、うん、何で喜ぶんだろうって本当悩みますよね。悩む悩む。あの、意外と見えてこないというか、うん、細かいところまで見えすぎれば、今このタイミングでこれかな、いや違うなとかいろいろ。そうそうそう、いろいろあるんですよね。はい、ちょっと前に、食器、洗浄機とか買おうかって言ったら、いや、いらんとか言われて。ああ。いや、楽になるでしょうって思ったんですけど、うんうん、今はいいとかって言われて。ああ、そう、このタイミングじゃないよ、みたいな。いや、でも、あったらあったら多分絶対便利だと思う。便利、便利。ただ、あの、その前に、ポット探してって言われて、ポット買ったポットもまだ設置してないので。あれ結局、夜間でお湯炊いてるので。あれだから、あ今、まあ、本気で今タイミングじゃねえな。確かに。難しいんですよね。そうそうそう。え、キャスの方で武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキさん、のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。カープボーイさん、カズコさんと一緒だ。花束より札束。そう。なんかね、私が聞いたとって、これって言いそうじゃないんですよ。あの、旦那のお母さんは。だから、旦那の陸海空さんに聞いてもらうっていう体もあるけど、でも絶対お金ちょうだいって言われそうなんで。お金お金お金はお金ですよ。そうだな。でも、私のお母さんね、一回、あの、旦那の陸海空さんと一緒に、はい、どこだったかな、うるま市かどっかの寿司屋さん連れてって、半端ないぐらい食べるんですよ。ね、だいたい、まあ、お母さん高齢なのでそこまで食べないって思うんですけど、はい、10皿、ザラで食べてました。10皿。いや、結構な量ですよね。結構な量。いや、すごいですね。うん。びっくりした。で、その前にも、私のおばさんたちが、ジミーのバイキングに連れて行った時も、結構な量食べてたよって言ってびっくりされたんで。僕でも10皿今いけるかな。私は10皿、お腹空いてたら余裕。うん。多分、一応10年ぐらい前だったら、50皿ぐらいはいけたと思うんですけど。おー、50皿。相当だね。多分、10年ぐらい前だったらいけたと思うんですけど。今はあんま自信なくてですね。はいはいはい。カープボーイさん、回転寿司10歳以上は中学生ぐらいじゃないかな。食べれる。今絶対そんなに食べれないのって来てます。私でも、ザラに、あれだな、13ぐらいはいけますね。うん。旦那の陸海空さん。人はいいもんやなもん。薬もいいもんやなもん。あのね。陸海空さんはちゃんと薬を飲みましょう。じゃないとね。ちょっとね、また、なんだかんだと来そうな予感が私には来るので。怖い怖い。僕はジンが合う合わないがあって、ちょっと週刊酒のジンを飲んだって。ああ、お酒あ、バレた。お酒それ、お酒ちょっと、吐いちゃったりとか。はい、それ、お酒ね。いいもん嫌なもんですよ。いいのもん、そうそう、お酒もいいもん嫌なもん。高野さん、自腹なら15皿。ゴチなら30皿いきます。30皿またすごい量ですな。おー。またコボさん、現役で体を動かしてますからね。まあ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 。確かに。もう30皿って相当だよ。すごーい。自腹だったらね、確かにね、うん、財布、そうそう、財布と相談になっちゃうから、どうしても、そうなんですよ。だから20代の時に、はい、今みたいな安い回転寿司屋さんがそんなに充実してなかったので、ああ。
挑戦してみたかったんですけどね、あったら。あったらね。多分50歳だね。平気でいけたと思うんですけど、ね。おー。やば。今まで、そんなに食べきれなくなってるんですけど、はいはい、30代超えて、一番多く食べる24とかですかね。おー、それでも多いよ。それでも多いよ。私、でも、ゴチでも、ゴチの方が逆に控えるな。5皿とか。ステーキなら1キロまで食べる。あ、やば。私、一回、あれかな、ゴチになった時、東京にあの時いたかな、ゴチになった時に、1.5 キロぐらいのステーキ食べましたね。1.5 キロですか ?1.5 キロ。あの時20代だったからまだできたんですよ。いや、油とかきつくなってきますからね。だんだんきつくなっていく。カープボイさん、今全国遅延がいっぱい、どういうことだ？昔は、あ、チェーン店か。チェーン店がいっぱいある。昔のアトムボーイは、ある沖縄だけかも。アトムボーイ、懐かしい。あ、すごい。アトムボーイですね。そう。なんか、なんだっけ、キャラクターは今頭に思いついたんだが。高尾さん、ゴチで小食だと申し訳ないですよね。まあ、確かにそうだけど、出してもらうからにはちょっと、なんか、気使って私食べなくなる。逆に。遠慮しちゃう、ね。遠慮しちゃいますね。ガツガツ食べる。僕もめちゃめちゃ食べる方だったんで。はい。ごちそうさまする、もう、おごってもらうときには、はい。もう本当に、ちょっと遠慮して。半分ぐらいとどめとくとか。そう。で、お家に帰ってがっつり食べるという。はい、旦那のリクケックさん、回転寿司では、お皿でガチャできるお店が好き。子供か笑いって来てます。今、でも結構あるんじゃない？このガチャ、お皿でガチャできるのって。そうですね、結構ありますよね。なんか、多分、私が知ってる限り、チェーン店で3つ思い浮かんで、そのうち2つは確かにできるっていうのを覚えてるけど。でも、ガチャでも外れると残念があるんだよね。どうにしろ。意外と、寿司。初めて内地で食べたのがかっぱ寿司でした。おー、かっぱ寿司も有名ですもんね。有名。沖縄にないけどね。はい、沖縄にもできるといいなぁ、みたいな。まあでも今は結構激戦区ですからね。激戦区だね、確かに。スシロー、はま寿司、くら寿司。グルメ回転市場。そう。いっぱいありますからね。あるねー。母ちゃん寿司連れて行こうかな、また。ガチ食いをまた見ようかな、と。一回ね、寿司食べずに、デザート、あるじゃないですか。はい、お寿司屋さん、チェーン店でも。それを頼んで、美味しそうに食べるお母さんを、激写しました。また、美味しそうに食べてるな、カシャって言って。カシャって言った瞬間に、何撮ってるのみたいな。食べるの幸せなんですね。幸せでしょうね、本当に。私も食べるときは幸せだけど。食べれればそれでいいって人だから最近は。ではそろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、飼ってみたいペット。ほう。です。というのも、収録が5月13日になるので、はい、その日が愛犬の日。ほう。らしいです。私、Google 先生で調べました。で、犬に鍵ちゃうと、ちょっと狭すぎるので、はい、今回はちょっと広めにとってペットとして、はい、やってみようかと思いますよ。まあ、犬みたいな猫を飼ってましたけどね。どういうこと？はい。ああ、はい、猫に教えたとか？はい。じゃあ、覚えるんだ。覚えます。すご。なんなら、ご主人様は先にご飯食べるんだぞ、つってずっと待たしてました。まあ俺の方が先だからなっつそんなのあるんだね。そんなのできるのがすごいわ。猫も賢いですからね。まあ。埼玉の子さん、ワイフは小ヤギ飼ってたんだって。え、小ヤギ？ヒジャ？
ヒージャー買ったら。買いたいんですか、ね、買いたいってことか。はい、ヒージャー買ったら、やばいかも。一応雑草食べてくれそうですもんね。あ、でも、うん。庭の雑草とか余裕で食べると思う。カープボイさん、食べられちゃうよって私も思った、一瞬。一瞬で思った。でも私、あれなんだよな。ヤギ、大きいの見たことあるけど、ちっちゃいのはまあ、可愛いって思うんですよね。目がちょっと怖いですよね。目はね。埼玉の郷さん、大きくならないヤギ、今いるんでしょって来てますよ。うん。いるのかな、どうなんだろう。旦那のリクケックさん、ヤギにお手教えたけど、突っ込んできた。突っ込んできそう。ということで、お時間来てまいりました。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。どうせ今日、BGM入れで1本遅れます。大丈夫ですよ。ありがとうございました。鼻がめっちゃかゆい。もう最近鼻もどもどしてる。ああ、眠たい。眠り足りない。私は最近疲れで眠れてる気がしないという。何回か起きましたかね、夢もなんか。変な夢。夢見も悪くて。ああ。木曜日は自分の収録スタジオがあるので、ワクワク、ウキウキしてます。あ、沖縄大好きさんってキャスやってるのかな、収録の様子は。どうなんだろう。キャスやってるなら私全然コメントできない時間帯ではない気がする。ない気がする。多分微妙に参加できるかなぐらいだな。1時ぐらいだったら。1時ぐらい ?1 時 ?1 時うん、多分仕事中ではない。ぶっつけ本番でやったので、配信はしなかったです。あ、なるほどね。牛乳買ってきて、LINE で言え。牛乳何するの牛乳。牛乳何に使うだ、乳牛買ってきて。乳牛。おー。いける。鼻が。ペットにしたいと思います。乳牛。いやおあ、アーカイブのこともまだ確認してないので、これから確認する。アーカイブあったら聞きたい人もいたので。あ、そうそうそう、私もアーカイブ見たいなぁと思っていたところだった。なんせ私、沖縄大好きさんが配信じゃない、番組のオンエアの時間帯は爆睡時間なので。土曜日の25時ですね。25時。そう、私、だからアーカイブをチェックしたいなと思ってたところだった。うん。リアタイしながらパソコンから録音してたっす。ああ、なるほど。あかりんさんたちに。聞いてみるっす。お願いします。お願いします。あと1分ぐらいですね。そうっすね。まあ、あっという間に今日も終わりましたね。もうすぐ今日が終わり。ラジオで聞いた曲だよ。やり残したことはないかい。親友と語り合ったから。なんかずれた。ウケる。私は今日も明日も明後日も8時出勤でございます。いっぱいあるよ。やり残したことないかい、親友と語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい。そう。
学生の頃は恋なんかしてなかったな。あー、片思いしかしてなかったな。毎回やり残しばっかりだったな。ではまた来週。バイバーイ。